山が外して失点したんで取り返そうと思って、まあ、ゴール決めれたんで、まあ、本当勝てたことが良かったと思います。本当にみんなの期待を背負っての出場でしたけれども、期待通りのスーパーシュートでしたね。いや、まあ、岩下がいいボールくれたんで決めるだけでした。さあ、ちょっとお疲れもあると思うんですけれども、どうですか、久しぶりのアウトソーシングスタジアムの雰囲気は。最高です。本当先制点を大事にしたかったんで、それが最初に取れて良かったと思います。いい日本の試合ということなんですけれども、これはかなり大きいものなんではないでしょうか。そうですね、やっぱみんなこのアウスタに足を運んで試合見たかったと思うし、みんな選手もこのピッチで早く試合してきて、やっと J リーグスタートしていい形でスタートできて本当に良かったと思います。サポーターの皆さんにメッセージお願いします。そうですね、今日本当この日本大学がオレンジでいっぱいの色になって、僕の足元もオレンジ色になったんで、これからもっともっと頑張りたいと思ってよろしくお願いします。ありがとうございます。オレンジ色の原さん、ありがとうございました。原和樹選手には賞金10万円が贈呈されます。